公駅は広島県呉市広中町にある西日本旅客鉄道呉線の駅。駅番号は JRY17 直営駅。呉線における広島式ネットワークの東単駅で運転系統上の境界駅でもある。当駅をまたぐ場合、朝晩の一部の列車を除いて乗り換えが必要となる。当駅始発、終着の列車が多数運転されており、 広島方面は日中1時間に3本、三原方面は日中1時間に1本の列車が運行されている。2007年9月1日に、クレセン全線で愛子家が利用開始となり自動改札機を導入しているが、時期券の処理をする改札機は、この公駅までに導入され、隣の新潟駅すな駅間のローカル線区間では、愛子家の入り出場の処理をする。 IC 専用機のみが導入された。電報略号は、広が広島駅で使われているため、クレセンの広の位から区比である。1945年戦災外教図。1945年にアメリカ軍が作成した構築地図。広ステーションが確認できる。2008年7月時点の駅舎。売店はハートインである。短式。 島式2面3線のホームを持つ地上駅。駅舎は短式の1番乗り場側にあり、島式の2.3番乗り場へは、古戦橋で連絡している。各ホームとも、広島方面、三原方面どちら側にも出発信号機が設置されており、両方向への発車が可能。緑の窓口があったが、2021年1月31日をもって廃止され、 同年2月1日からは、緑の券売機プラスが設置された。愛国化対応の自動改札機が設置されている。係員配置時間は6時 -11、00、15時 -19,40。駅スタンプは、朝鮮通信シゆかりの下鎌狩りの最寄り駅1986年に、当駅での列車による貨物取扱いが廃止された後、 旧貨物ヤード跡地の線路を撤去し敷地の一部に日本貨物鉄道高コンテナセンターが設置されトラックによる貨物輸送が開始されたその後2006年の貨物駅名称整理の際に高オフレールステーションに改称された国鉄分割民営化以来呉れ線沿線で唯一の JR 貨物による貨物取扱施設であった拠点駅である 広島貨物ターミナル駅との間にトラック便が1日2.5往復設定され12フィートコンテナのみを取り扱っていた。正確な廃止日は不明であるが2012年3月以降貨物時刻表及び JR 貨物のホームページから投資施設に関する情報は削除され施設は全て解体された。跡地には2014年商業施設が開業した。 広島県統計年間、または、呉市統計書によると、1日平均乗車人員は、以下の通りである。ありがとうございます。